私がカーシー博士に言われたのが、はい、ESFJ なんですけど、はい、いやお前内向だよって言われることも多々あり、はいうんうん、そうするとここになるんですね、うんうんうん、ISFJ、うんまあ、カーシー博士なんですけど、はい、ただ今日紹介するのは、まあ、16タイプの性格の、うん、あなたにぴったりの相手が分かる16の性格から相性編、はい、ISFJ の相性でございますと、はい、組織人とあるやつですね、うんうん、ISFJ さんのまず基本的なところから、内向、五感、情緒、決断の人、組織の中で生き名誉にかけて義務を果たす人、うん、どうもやっぱりこのディスられてる感がディスられてる、俺はトップになっちゃいかんのかっていう気がしてくるんですけど、はい、そんなこと言ってないですね、はい、そんなことは言ってないです、はい、この ISFJ さんの性格は、うん、組織の一員でいたいという強い欲求を持っていると、うん、なので献身的で思慮深く誠実な ISFJ の友人がいる人は幸運と言えますと、うん、ISFJ さんは五感の特質が強く S の部分、うん、感覚の特質が強く目の前にある問題に全神経を集中させると、とことん事実に正確であろうと努め、細かいことに注意を払い、そうした情報を整然と利用しますと、データを集め書簡にまとめるのが得意、記憶力抜群で人の誕生日などを覚え、家庭や職場で歴史家のような役割を担います。ないですかないない、やっぱり N じゃないですか誕生日なんて、はい、覚えてどうすんのぐらい、はいはいはい、すいません、特に人の、うんうん、物静かで控えめ、うん、強い責任感を持ち、家族や友人に忠誠を尽くしますと、繊細で思いやりがあり、対立を嫌い、情は熱いけど、厳格、調和を保つためなら骨身を惜しみません。この辺は分かります、うん、将来の可能性やシナリオを描くのは苦手ですが、これも分かる、自身の体験から得た知識を応用するのは得意、得意ではない、あこれ邪魔ですね僕の、ごめんなさい物事の裏側に隠れた相関性には気づかず、全体像より細部が気になりますと、料理やガーデニング、絵画や手芸など五感を使う作業が好き、親友との交流も好きですが、一人で時間を過ごしていると落ち着きますと、規定外のことは苦手で計画通りのことを楽しみますし、仕事を済ませてからくつろぎたい、決まりきった手順にこだわりがちで、休暇の過ごし方もあらかじめ計画を立てますとありますね。しっかりした人、しっかりした人、まあ、S がそういう人じゃないですか、うん、なるほど、うん、じゃあ N の人はみんな可能性を描くのは得意なんですかって、うん、今僕が N だとしたら僕に聞いてます。得意っていうか、まあ、そっちに目が書いちゃうってことですね。そっちに目が向きがちみたいな話じゃないですか。で不安になる、不安なシナリオばっか書いてるから、不安なシナリオを書く人は不安になるっていう N もいるってことですね、うん、そう、なるほど。でこの人は描くのは苦手で、うん、じゃあこの人が不安になるのは、うん、S の人ね、うん、目の前のことで不安になる、うんうん、あなるほどこのね、なんかね、仕事を済ませてからくつろぎたいとかね、うん、あのピーマンを食べてから肉が食べたいみたいなことですよね、これって違うのかな。要はあの旅館とかに行っていろんななんか煮こごりとか並ぶじゃないですか、はい、ああいうのばっかばっと先に食べて、うん、メインは最後に食べたいじゃないですか、そんな感じ。あ多分やるべきことは先に やりたいってことじゃないですか。僕それ同じ感覚で捉えてるんですけど、別にピーマンでしたっけ、うん、ピーマン食べるのはやるべきことじゃないじゃないですか。あ食べない人もいるんだ、はい、ってことはこれ仕事をしない人もいるんだ。後回しの人とかくつろぐのが先、くつろぐのが先、あそんな人もいるんだ。そんな人もいますよ僕とか安心できます、それって。安心できますよ、安心できますっていうか計画は立てますよ、はい、
あ、これまだ後でいいやですよ明日一日あるじゃん。なるほど、はい、パートナーとしての ISFJ、はい、世話好きで優しい ISFJ ですが、それが当然のこととして思われると、家族や生活のために献身的に努力しすぎて疲れてしまうと。自分より愛する人の欲求を優先しすぎるとノーと断ることができず、幸せにはなれませんから注意しましょうと。 ISFJ は温かく協力的ですが、静かに一人で過ごしたいとも思ってますと。自分の深いところの感情を分かってもらえると嬉しいのですが、批判に傷つきやすいので言い返すことができず、自分の殻に閉じこもってしまうこともありますと。自分の誠意を理解してほしい、価値観を尊重してほしいと願っていますと、うん、あ、でも確か宿題はね、はい、やらなかった宿題はそわそわしなかったですか？うん忘れてますもん、うん、そんなので、途中からチラチラ目に入るんですよね、はい、8月10日ぐらいから、はい、あ、なんか一回も開いてないって、うん、で20日からドンです。わ、うん、かります。こんな感じ、20日ぐらいに目に入ってきます。さすが、はい、根っからの感じですね。3日から見かればみたいな。なるほど3日じゃ無理ですけどね無理ですよね、はいはい、10日でも無理ですもん、はい、仕事が終わってないとそわそわしてくつろげない私は J タイプと。あ、仕事に対してはでも確かに、まあ、僕もこんなこと言ってますけど、うん、ある程度目処が立ってれば、うん、まあ、置いとくなと思って、うん、だからまあ宿題の優先度が低かっただけかもしれない、はい、そう、まあ、どれだけ喫緊かですよね課題と、課題とか優先度みたいなのもあるわけじゃないですか。まあいいわってはい、怖くない先生とかね、怖くない先生とか、はい、で仕事はやらないわけにはいかないじゃないですか、うん、ではこの ISFJ さんの人間関係で重視していることは、互いに責任を果たす、忠誠定説、協力助け合い親密さ、価値観が同じで、軽視していることは宗教的信条が同じ、うん、興味を持つ対象が同じ、知的刺激、育児の方針が同じっていうのが軽視していること、うん、でこの ISFJ さんへのアドバイスとしては、人のことばかり優先せず自分自身も大切にしよう、うん、物事をあまり個人的に捉えず少し距離を置いて眺めようとありますね、うん、あ、僕やっぱ違うわやっぱり、うん、あの自分のニーズが先っていう意識があるので、うん、これもなんか違うのかな、わかんないですけど、まあ、内向なのでじゃないですか。まあ、なんか話を聞くと、はい、信頼関係がとても重要、 ISFJ さん、うん、はい、だからまあ自分も信頼するしたいし、はい、したいから多分厳しいんですよ人に対してもなるほど、で自分も信頼されたいしみたいなところで、こうちゃんと相手のニーズにも応えようとするみたいな。まあこの他の本とかだと ISFJ さんに向いてる職業は、真っ先に来るのが教師、うんうんうん、なんか分かる気がしますね、うんうんうん、ではこんな ISFJ さんが、この16のタイプをやると ESFP になる私と一回付き合ってみましょうと、はい、もしかしたら付き合ったことあるかもしれないですよねこれまでに、はいはい、この2人の組み合わせ、 ISFJ と ESFP さんの組み合わせは2つの特質が共通する。 ISFJ と ESFP は忠誠心があり信頼が置け、とても現実的で今現在を生きており、日常生活の細かいことに目が行きますと。2人とも温かく思いやりがあり、家族や友人を喜ばせたい、アウトドアなど趣味も似ていますと。 ISFJ は ESFP ののんきなところ、愛情あふれるところ、情熱家で元気があるところ、人生を生きる熱意などに惹かれると。一方 ESFP は ISFJ さんの誠実でひたむきなところ、責任感が強く冷静で地に足についたところなどに惹かれると。 ISFJ はもっと計画的に生活し、お金に慎重になり、周囲を整理し、衝動的に行動しないようにって ESFP に言うと、はい、うんうん、
でまた ESFP はいやいや物事をあまり真剣に捉えず、うん、リラックスしようぜ、うん、人生を楽しもうぜ、うん、冒険しようぜって助言しますと、うん、でこんな2人が、相手に不満を覚えるのは ISFJ は勤勉で責任感が強く遊びより仕事を優先するが ESFP は社交や娯楽を満喫したいと思っていて時に ISFJ が真面目で鬱陶しく思うと、一方 ISFJ は ESFP が約束や時間を守らず物事を最後までやり遂げないと頭にきますと、また ISFJ は室内をきちんとしておきたいのにこの ESFP がルールを守らないので腹を立てると、こんな ISFJ さんと良好な関係を築くには ISFJ さんが秩序を求める気持ちを尊重する、またこの ISFJ さんがこの作った秩序に勝手に手出ししない、スポンジの位置を変えちゃダメってことですかね台所の、うんうん、ここのこれを洗うときはこれを使ってって言ったでしょってよく言われますまあわかんないですけどね、このスポンジのときはこの洗剤を使えって言ったでしょってよく言われますいやもう洗えば一緒じゃんって、うん、はい、ISFJパートナー、はい、わかんないですあ、はい、でもこういうことかなって、うん、すると言ったことはする、うん、時間を守る、うん、ISFJ の習慣や決まりの邪魔をしない、収入と支出のバランスを取り支払いは期日までに済ませる、 ISFJ の価値観や心情を尊重する、うん、特に多忙な一日の後に一人になる時間を尊重する、社交の場で控えめな ISFJ を目立たせようとしない、うん、イエーイ一曲やりがちやりがち、うんうん、違うわISFJ っぽさはちょっとなかったですねなるほど